内田雄馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田雄馬です。内田雄馬ハートヒートホップ15回目です。というわけで7月版のアニメも続々と始まっております。皆さん見ていただけてますかね、そちらの感想メールもねぜひ送っていただきたいんですけども、まあちょうど我々のこのラジオはですね週末ですから、もうあのラジオちょうど週末放送のアニメも多いんで、ラジオと合わせてねアニメも楽しんでもらえると嬉しいなーなんていうところでございます。つうかさ、もう15回目なの？早くない？そんなに経った時、15回目ってことは3ヶ月やった？うわー、時が過ぎるのは早しなんかあっという間にね時間過ぎてますから。でこの会話なんか焼き打ち時代からなんか2ヶ月に1回ぐらいしてる気がするやばい。まあでもね236回やってる。あこれ全部合わせたら、うわすごいね。いやありがたいところです。ニミム会やってますかな236回で。いやもうごめんなさい、もう誰か俺を殴ってくれ。さあというわけでそろそろ始めていきましょう。今夜も30分ハートヒートホップ。内田雄馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードセブン&アイホールディングスの提供でお送りします。内田雄馬ハートヒートホップ。改めまして内田雄馬です。まずは内田雄馬からお知らせがございます。内田雄馬セカンドアルバムイコールが9月22日水曜日に発売決定いたしました。イエーイ。さあというわけで、レインボーオーバーイメージシェイクシェイクシェイクカミンバックの5曲を含む全13曲を収録しまーす。というわけでもう計算してわかるでしょう、新曲がなんと 8曲あります。いやそうですよ。いやちょっと不安になっちゃった、不安になっちゃったんだ。いやよかったよかった。というわけでですね、セカンドアルバムがついに発売いたします。もう、前回のホライズンから、数えてですねもう2年ぶり以上ですから、逆か2年以上ぶりですから、ぜひとも皆様こちら楽しみにしてください。通常版とですね MV やメイキング映像などを収録した CD プラスブルーレイディスク版に加えまして、なんと超豪華仕様の完全生産限定ボックスもございます。特製ボックスの中には、100ページ写真集、ものすごい分量です、100ページです。はい、こちらの写真集と10枚のカードが入った特製缶ケースユーマ缶、シングルの完全生産限定版に入っていたフォトフレームにセットできるフォトシート、ジャケ写ミニステッカーも封入された盛りだくさんの内容になっています。というわけで、今回もですね、まあ、アルバムということですから、今までシングルでやってたあのでかいあのパッケージ、あれをさらに進化させたようなそんなパッケージになっております。皆さんにお手に取っていただきたいんですけど、なんとこちらの同梱ブルーレイ、この完全限定生産ボックス同梱ブルーレイには MV やメイキングだけじゃない、このボックス限定の映像というのが、はい、収録予定となっています。どんな映像なのか、もう皆様ぜひともこちらを、楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。というわけで、まあ制作作業も順次続いておりますけども、本当に2年越しのアルバムですから、またこう今の内田雄馬っていうのをね皆さんに、味わっていただきつつ、皆さんの内田雄馬心にですね、バチバチっと響く、楽曲を、制作しておりますので、本当にぜひとも、このセカンドアルバムよろしくお願いします。イコールでございます。さあというわけで、ここから近況トークの時間なんですけども、そういえば先日
姉さんがライブやられてましたね。なんか久々に僕は配信見させてもらったんですけど、なんかあの最初に見て思ったのは髪伸びたでしたねあれ姉さん髪伸びたなみたいなって言ったら、ね、姉さんに連絡したんですよ。姉さん髪伸びたっつったら、いや結構前から伸びてっけどって怒られました、でもなんか素敵ななんかライブでしたね。なんか生バンドもで皆さんね、いつもの、あのバンドメンバーの方はプラスなんかストリングスも入ったりとかして、非常になんかボリューミーな見応えのあるライブで、なんかいいなと思いました。なんかいいよねライブ。さあというわけで、ここからはリスナーの皆さんの歌にご紹介していきましょう。まずは、いつきさんからいただきました、ありがとうございます。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは。先日フルーツバスケットザファイナルがついに最終回を迎えましたね。瞬きを忘れてしまうほど目が離せなくて美しい30分でした。きょうくんが諦めかけていた未来がその先もずっと続くことがとても嬉しく、その未来をトールくんと歩んでいく姿を見て感動で胸がいっぱいになりました。また物語の最後でトールくんときょうくんが幸せそうに手をつないでるシーンは涙が止まらなかったです。人とのつながりの温かさや誰かを思うことで生まれる強さなどたくさんのことを教えてくれるこの作品と出会えて本当に良かったと改めて感じました。最終回が終わってしまって寂しい気持ちもありますが、最後まで見届けることができてとても嬉しいですといただいてます。ありがとう。さらにゆうなさんからいただいております。ゆうまさんこんばんは。フルーツバスケットザファイナル最終回拝見しました。私はこの作品に触れたのがファーストシーズンからだったのですが、すごく特別な作品になりました。ファーストシーズンから比べてザ・ファイナル最終回のキョウ君は一番優しい声色で表情も豊かで、これはきっとトール君と出会って一緒に過ごしてきた日々があったからそうなったのかと思うと、成長を感じるのと同時にとても尊いものだと思いました。最終回にてキョウ君を演じるにあたっての気持ちの変化やアフレコでのエピソードなどがありましたらぜひ伺いたいです。素敵な作品に出会わせていただきありがとうございましたといただいてます。ありがとうございます。フルーツバスケットザ・ファイナル、が放送されまして、3年にわたるですねフルーツバスケットが、ついに完結したという、ところでございます。これあの僕も放送の日に見てですね、なんて言うんでしょうね、こうやっぱりですねすごい喪失感があったんですよ。一個なんかやっぱ物語が一個本当に終わってしまったっていうのと、やっぱりこうなんとなく収録が終わった段階で終わっちゃったんだなってあったけど、でも放送があったしまだなんとなく自分の中でフルーツバスケットが続いてる感覚があったんだけど、やっぱ放送を見てでやっぱりなんかラストのこう2人のこう背中を見た瞬間に、あなんか一個なんか人生をこう歩き切った感じというか、そういう感じがねすごいして、もう、マジフルバロスなりました収録自体はもう去年のうちに終わってますから、もうだいぶ前に終わってるんですけどね、なんかそんな本当に感じがねしましたね。まあ、でもなんかこう本当にこれだけ長いことの間一緒に歩いていける作品っていうのは本当に数多くはないですし、でなんて言うんでしょうね、まあいっぱい悩んだしいろんなことがあったからこそ、まあなんというか本当になんかその時間を一緒に過ごしてきた感覚っていうのがねすごくあるんですよね。まあ、やっぱ変わらない作品っていうのがやっぱ多いじゃないですか。時系列とかはいろんな時間を時を過ごしても基本的には彼らはそのとどまった場所にいるっていう状態で演じるっていう機会が多いんですけど、まあ、フルバに関してはこの3年間高校生として過ごしていくっていう、そこでいろいろ見つけるっていうのがあったんで、なんかそれをもう見届けて、でなんか自分の元からなんか離れたというか、まあ僕は今回のフルーツバスケットので今日の声をやらせていただいたっていうだけですから、なんか自分のものじゃないんですけど、でもなんかある意味こう自分の中でも大切になってきたものがこう独り立ちしたというか、なんかあ一個ああるここから先はもう彼らの人生なんだなみたいな、そんな感じがして、なんかすごくこう感慨深いというか、なんかそれもいい喪失感だし、なんかあ希望があるなってすごい思った最終回でしたね。
まあでもなんか本当にやっと最後、本当ね、強敵にはもう最後の最後まで、マジ、やっと最後の最後で一歩踏み出したんですよ。踏み出したいな、踏み出したいな、踏み出せるかもな、っていうのをずっとこう、ファースト、セカンドとやってきて、もうちょっとで踏み出せるな、もうちょっとで踏み出せる、でも踏み出しきれない何かがやってきて、やっぱり俺は踏み出さない方がいいんだ、いいんだ、いいんだってなって、で、最後にやっと踏み出せたっていう、でもあの一歩のは、たった一歩だけども非常に大きい一歩だし、その一歩で、まあ変わるってことですよね。人生も、人間も。で、その一歩を、踏み出していいんだよって教えてくれる人があなたの周りもいてっていう、そういう出会いとか、うん、そういうものに気づかせてくれる作品だったなってなんか思いますね。グルバ話してると寂しくなってくるんですけど、いやでも本当に自分にとってももう大切な作品です。本当にありがとうございました。皆さんぜひとも円盤とか、ね、ぜひまた何回も見直してください。よろしくお願いします。あ、っていうか、なんかお母さんたちの話が、京子と勝也のお話やるそうなので、あと舞台もやるそうですし、フルバ的な展開ありますから、ぜひ皆さんよろしくお願いします。楽しみにしてください。さあ、というわけで続きましては、まやまやさんからいただいてます。ありがとうございます。ゆうむくん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日のマッパステージ2021、テンスアニバーサリー生で拝見させていただきました。呪術廻戦でのステージ出演お疲れ様でした。10年という節目の年に、マッパさんの様々な作品がある中で、呪術廻戦の制作の裏話などが聞けて、とても貴重な時間で楽しかったです。普段は聞けないような制作側から見たキャラクターや役者さんに対する思いなどを聞けて、改めて呪術廻戦という作品を好きになりました。他にもツイッターでツイートされていましたが、リメインも上村優斗さんとスタッフさんが登壇されていて、 PV だけでも素晴らしくて、放送がとっても楽しみです。夏アニメも始まる時期ですが、今後ともお体などお気をつけてお仕事頑張ってください。応援しております、といただいてます。ありがとうございます。はい、先日マッパステージ出させていただきまして、僕は今回呪術廻戦のステージで出させていただいたんですけども、今今期放送されているリメインという、水球をテーマにしたアニメ、こちらにも参加させていただいてますんで、当日はですね、ちょうどリメインのステージと入れ違いで呪術のステージだったんで、監督をはじめ、ゆうとくんもいてですね、お話ししたりだとか、やっとゆうとくんとね LINE 交換したんですよ。なかなかやっぱ収録の都合上なかなか一緒に撮れない瞬間もあって、で、じゃあ LINE 交換、ちょっと今収録まだあったりしたから、じゃあちょっと後でタクから聞いてちょっと送るわみたいな、共通のね、やっぱ知ってるからね、タクから聞いて送るねとか言って、何週間経っただろうかもうもはやなんか1週間ぐらい経つとさ、なんかいや、このタイミングで急に送るのちょっとあれだなみたいな、交換したいなって思っていた矢先出会えて交換できたから、すごい良かったそう、結構いろんなところでね、ゆうとくん一緒してるんですけどね、アヒルとかでもね、そんなことあって、まあ、ぜひリメイン皆さん見ていただきたいんですけど、まあ、呪術廻戦の方もですね、改めて僕らが普段、なかなかこうスタッフさんのお話を聞く機会っていうのは、聞ける機会っていうのはないんですけど、今回はその辺をこうじっくり聞くことができて、どっちかっていうと僕らもなんか登壇者というか、もう視聴者の気持ちというか、そういう考えで作ってるんだっていう面白さがすごくあるステージでしたね。でもこんまじ純也くんかな、舞台上で言ってたんですけど、スタッフさんだけのなんかトークステージっていうのを、ね、ぜひ聞いてみたい。なんかね、どういうこう意図でこれをしてみたいなんとか、どういう表現でこういうの作ろうとかって思ってたのかっていうのは、改めて聞いたらめちゃめちゃ面白いんじゃないかなって思います。まあぜひ皆さん本当にマッパ作品をこれからも、見てください。よろしくお願いします。さあ続きまして、骨付きマーさんからいただいてます。ありがとうございます。内田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しい放送ありがとうございます。内田さん、内田一武道会の優勝曲アカペラメドレーの動画拝見いたしました。3曲とも内田さんの歌声の響きがとても綺麗で、何度も繰り返し見ています。どれも聞き入ってしまいます。そしてキスハグのサビの前の内田さんの表情に私も息を止めてしまいました。投票から結果発表、動画公開までとても楽しい企画でした。ありがとうございます。ぜひまた開催していただきたいです、といただいております。はい、ありがとうございます。歌わせていただきました、アカペラメドレー。なんかさ、こうどうやって歌おうかなみたいな、なんか今 TikTok でね、
あのカバーもさせていただいてるんで、なんかこうなんか変えようかな変えようかなって思って、結局普通に歌ったでも久々に歌ったから楽しかった。もうあのライブぶりなんでね、あの曲をあのシェイクシェイクシェイク以外はあの久々に歌う楽曲だったんで、まあやっぱりね歌いたいですよねとはすごく思いましたね。なんかこう新曲、まあ今回もアルバム作りますし、やっぱり今までのカップリングの曲とかもいっぱいありますから、あのファーストアルバムの楽曲とかって今後なんか触れていく機会ってなんかどうなっていくんだろうって、まあ全然わかんないですけど、あのなんかやっぱこういっぱい増えていくから、今後もなんかこうちょこちょここういう形で歌えるのはいいんじゃねえかって今思っているいろんなところでなんかアプローチする機会ができるといいですけどね。てかアカペラとか歌って思ったけど、なんかそういうアレンジ変えたやつとかやりたいなとかすごい思うな。なんかそういうのありだなとか思う。なんかどういう感じのアレンジがいいかとかまあもちろん考えていくんだけど、この曲こういうアレンジいいんじゃないですかっていう案ありましたら、ぜひあの皆さんメール送ってくださいいい案は採用されるわかりませんけども、なんかそういう皆さんの、意見聞かせてください。ありがとうございます。さあというわけで、たくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はyuma@joqr.net です。そしてここでセブンイレブンからのお知らせです。超 A&G プラスの放送ではセブンの健康食品をご紹介しています。ぜひ映像でお楽しみください。それではここで一曲おかけしましょう。セカンドアルバムにも収録されております。こちらの曲、内田雄馬でレインボー。内田雄馬ハートヒートアップ、ユーマーハート内田雄馬がさらにホップステップジャンプと駆け上がっていくために、こんな特技があった方がいい、これができたらホップするといった提案をリスナーの皆さんからいただきまして、スタジオで試していくコーナーです。それではリスナーさんからメール届いてますんでね、ご紹介していきましょう。こちら、宮次郎さんからいただいております。ゆうまくんにチャレンジしてほしいのはズバリ怖い話です。だんだん暑くなってきて涼しさが欲しくなる季節、ここはゆうまくんに一つ怖い話を語っていただいて涼しい気持ちになりたいです。ゆうまくんには怖い話やオカルトのイメージはありませんが、これができればホップできると思います。ということで今回はこちらでホップしていきたいと思います。ゆうま内田の本当にあった怖い話まあこの間世にも奇妙な物語とかやってましたしね、夏はねそういう時期ですから、まあ今回は僕の身に起きた怖い話やっていきたいと思います。それは僕がまだ中学生だった頃あれは、あれ間違えた、コスワード、コスワード間違えた、あれはあれはがいい、オッケー、うん、シュッ
あれは僕が中学生だった頃、友達の家に遊びに行くと、その家には昔から日本人形が置いてあった。遊びに行くたびに日本人形が置いてあることを確認して家に入り、友達ん家は、あ、こういう人形飾っとくんだなと内田は思っていた。その家には僕の友達は男だったんで男子しかいなかったのだが、女の子の日本人形が置いてあったわけだ。やだな、怖いなと思いながら遊びに行っていたわけだが、ある日その日本人形が忽然と姿を消した。あれ、日本人形ないな、ないなと思って内田は友達に確認してみた。日本人形どうしたの？あ、ないよ。はあ、ない。そんなことがあっただろうか。確実に自分の目で見た。俺はあの日本人形を知っているはず。そう思って別の友達にも聞いてみた。いや、日本人形あったよ。日本人形はあったのだ。やはりこれは間違いじゃない。何かおかしい。そんな話を別の友達とその日本人形の家の前で話していたら、扉がガタン、ペン、急に閉まった。内田少年びっくり、すぐ逃げた。後日友達に確認すると、ばあちゃんが捨てたらしいって言ってた。怖かったな。いかがでしたでしょうか。なんでブブなんだよ。怖かったろうがよ。話しかけ、いや絶対今の怖い感じの話し方だったろうよ。持ってき方、おい、ちょっとなんだよ、俺の中の順次出したのに。このテンポだとさ、地上波の時間だと話しきれないんだよ。ちょっと時短しちゃったな。すごい怖かった。元気にしてっかな。さあ、というわけでこんな感じで僕に挑戦してほしいホップ層の特技の間お待ちしてます。以上、ユーマンホップのコーナーでした。内田ユーマハートヒートホップ。お送りしてきました内田ユーマンハートヒートホップ。今夜もそろそろ火を消すお時間になってしまいました。番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送内田ユーマンハートヒートホップまで。メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net、 yuma@joqr.net、 ユーマの綴りは yuma です。そしてこの番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田ユーマオフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組は番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、ぜひフォローしてください。最後に内田ユーマからのお知らせです。内田ユーマエイスシングルカミンバックが現在発売中です。さらにセカンドアルバムイコールも発売することになりました。お楽しみに。そして内田ユーマ公式 LINE が稼働中です。ぜひ友達追加してくださいね。続いて、7月以降に出演している作品情報です。新幹線変形ロボシンカリオン Z、 安城島風役、ゲッターロボアーク流れ拓磨役、死神坊ちゃんと黒メイドウォルター役、スカーレットネクサスナギカーマン役、
リメイン、桃崎、陸役などで出演しております。ぜひとも皆さんチェックよろしくお願いします。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。まあセカンドアルバムイコールがね、本当にもう皆さんに発表できたっていうのが非常に嬉しいです。ちなみに本当に僕のあのおすすめはですね、マジあの100ページの写真集、これね本当にいろんなパターンで写真をね撮ってます。もう結構1日で何回着替えたんやろっていうぐらいね撮ってますし、なんと僕が個人的なあの僕の持ち物私物をですね使ってですね実は収録しているものもあったりします。それが何なのかというのはちょっとお楽しみになんですけど、ぜひそういうのもちょっと情報出てきますんで、ぜひともですね引き続き、公式の情報をチェックをよろしくお願いします。というわけで、今日もいい日だった。そろそろ寝ようかな。というわけでこの辺で別れです。ここまでのお相手は内田ゆまでした。次回もハートヒートアップ。内田ゆまハートヒートアップ、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。